では、続いての方ですね。アスカさんの大不安のリサさんからいただきました、毎回ワクワクドキドキしながら聞いております。ローマ新法王に初めて中南米アルゼンチン出身者が選出されましたが、この意味は、またこの新法王が最後というお話を聞いたことがあるのですが本当でしょうか、これからも健康に留意して秘密裏にされているお話溜め込まずにどんどん公にしていってくださいませということで、リサさんありがとうございます。はい、まず言えることはですね、もし僕がね、僕がコンクラーベの中にいたとしましょう、ね、で明らかにバチカン側の人間だったとしましょう、ね、都合の悪い縁があったらそれに違う方を選びますよ、わざと。その通りやったら、やたら世間がうるさくなる場合、だけどです、ここから大事なんですけど、だからこの新法王が、まあ、アルゼンチンとは言われておりますが、アルゼンチンの言葉でひょっとしてペトロと関係があるようなものがないか、これはこれから先です、ただ大事なのは予言をなくすっていうかな、自分たちにとって都合の悪い予言は破壊するという意味方を優先するなら、わざと違う方を選ぶ、でもひょっとすると結果論的にどっかでペトロっていうのは引っかかってくるかもしれない。でもこれは神の身の知ることだよね。でも分かんない。この方をいつまで生きるか。そうですね。数ヶ月の命かもしれないよ。だからまたコンクラーベやらなきゃいけない。だからそういうこと本当にコンクラーベだ。だからまだ分からない。だけど、この方で最後だというのは昔からまあいろいろ言われてはいたんだよね。でもこれはまあ、でも俺それよりもっと恐ろしいのは、何ですか、ベネディクト16世が急に辞めたでしょ。そうでした。で急に辞める前に何て言ったか、世界統一政府を承認するって言ったんだよ、いや国連はもういいから次の世界統一機構が必要であるってことを言った、突然もうとんずらしちゃったんだよ。まるで最後っぺイタチの、こっちの方が恐ろしい。これで準備万端整ってきたんだよ。第三次世界戦起こりますよ、必ず。そうですか。これはまだハルマゲドンじゃない、限定核戦争ですね、起こります。おそらくヨーロッパといわゆるイスラム衝突する、